ラテンアメリカの第二世代に注目。元 F1 ドライバーのバリチェロ&モントーヤの息子ナルド・ナルドのいとこが躍進。まあまあラテンアメリカのおじさんたちのね、まあまあ二世たちがこうまあどんどん今レーシングドライバーとして、まあデビューしてますよっていう記事なんですけど、まあ別にそれは別にまあどうでもいいというか、まあもうそういうね二世ドライバーがたくさん出てきてる時代になってきてるよねっていう中で、まあこれまあニュースっていうか、まあこの中でちょっとタラさんちょっと気になったことがあったんで、まあ質問箱的な。アルトナートいとこだったら二世ではないですよね。ただの親戚じゃない異性じゃないですよ。まあそう、まあ確かにおっしゃる通り。そしたらフィッティパルディーケなんかも3世。確かにね。でまあまあこういうねその2世の話の中で最後にね、この彼らがこう出てるカテゴリーの中で、まあ2021年シーズンは F1 スペイングランプリおよびモナコグランプリと併催で行われるレースもあり、若手ドライバーにとって大きな後押しになる、で彼らは F1 チーム代表たちの目の前でレースをすることになるのだって、まあまあよくその F1 のサポートレース出ると、もう F1 のねチームの前で走るからそこでいい結果出せばチャンスあるからとかってよくそういう話はよく今日は聞くんだけど、実際あのタイムスケジュールの中で見てる F1 の人たちってサポートレース、まあ、見てる人もいるかもしれないし見てない人もいるかもしれない、なんかそのみんなが思ってる以上にそのワンチャンないんじゃないのかな。ワンチャンないですよ。なんかありましたワンチャン今までに。そうそう、ないけどほらなんかこうみんな言うじゃん、 F1 のとこで走れるんだから。でも例えば、F2、F3 で、もう圧倒的にこの子すごいね、ズバ抜けてるね、になればチーム代表もやっぱ見るじゃないですか。まあ、強いてはその F2、F3 はねまだなんとなくその、フォーミュラつながりだけど、いわゆるその他のサポートレースも入ってきたり、まあ、特にこの記事ではその F2、F3 じゃないサポートレース、何なんですか、フォーミュラルノーとフォーミュラリジョナル、なんでそのスペイングランプリとモナコグランプリだけが閉鎖みたいなんだけど、フォーミュラルノーはあれですよね、モナコですよね多分、だからフォーミュラリジョナルがスペインなんじゃないですか、だからまあそれがあのチーム代表の目の前で走れるからチャンスだっていうふうに今書いてあるんだけど、いやチャンスかなと思って、フォーミュラルノーとかフォーミュラリジョナルは F3 とか F2 の前にあるんで朝8時とかから、そうだよね、まあ、ちょっとチーム代表まだ来てない。ただまあよくねこういう話、聞くからね、でも実際やっぱ現場見ててでもそんな時間ないよなと思って、あのチーム代表にも人それぞれで、あのチームの技術ミーティングも全部入って、僕は聞いてますっていう、それによってチームの全体把握してるっていうタイプの人もいるし、まあ、俺はそういうとこには入らないっていう人もいるから、そういうとこに入ってない人は、まあ、やることなくて見てるかもしれないですけど、でそれこそさっき言った F2、F3 でシーズン通してこの子早いよね、例えば角田君みたいに、あの子なんかすごいよって言い始めるとみんなやっぱ見て、確かにすごいね、あのバトルすごいねとか、あのハイライトじゃないレースの中で、あの子すごいねって分かるけど、1レース1ラウンドのサポートレースだとやっぱり誰が見てもチーム代表じゃなくて誰が見ても分かるぐらいズバ抜けてないと、まあ、注目はされないですよね。ね、ちょっとまたこういう記事を見てね、ありがちなね、その、うまく綺麗にまとめたねみたいな感じのあれですけど、やっぱりこう見てる視聴者の方もそう思ってる人も、ね、やっぱり F1 のとこで走るってのはそういうことだからさっていう、まあ、だから、よくねポルシェカップで F1 のサーキットサポートレースで一緒、同じところ走るっていう、思い出作りやんそれっていう、まあポルシェカップはどっちかというとジェントルマンさん寄り のカップであるんだけど、またそれをこうねこうその餌にね、どこの滝井の上のこと言ってるんですか。やっぱりその F1 と閉鎖だからっていうのがまたその箔がついてね、その参加したいっていう人、だからあれじゃん、その日本もね鈴鹿で、FIFO が閉鎖になりますよって話が出た時にF1 チームの前で走れるんだからってやっぱみんな言ってたからね、どうだい乗らないかいってね、スポットでみたいな。だからそこで圧倒的に他の人より1周3秒早かったら、確かに彼は何だいってなりますよそれ。圧倒的に早いんだから、まあ、スーパーでひっくり返っちゃった子いるけどね。圧倒的な速さで。
まあだから F1 チームの前で走れるのは確かです。確かだったけど、だから走らないよりはいいと思いますけど、すごいいたねって話はでも聞いたことがないでしょ。まあ実際だからね、例えばマックス・フェルスタッペンがその F4 に出たとしても、うん、1周3秒は絶対速く走れないじゃないですか、うん、同じ車で、うん、もう速くて多分コンマ5秒とかじゃないですか、うんうん、もうだから結局その1レースの走りで判断するもんでもないってことですよね、うん、ドライバーがいいドライバーかどうかは、うんうんうん、もう分からないです。たまたま例えば何かのミスで最後尾まで下がっちゃって、そこから劇的なオーバーテイクでどん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 順位戻して表彰台まで戻ってきました、うん、これだとすごい、あ、なんかすごいドライブしたドライバーがいたらしいよっていう注目になると思うんですよね。まあでも今の F4 日本の F4 だとジェントルマンさんがスピンとかしてセーフティカーが 70% ぐらい出てるんでそうだね、ちょ十何周のレースで 70% ぐらいセーフティカー全動になるとちょっと追い上げもしようがないし、あのレースは何台って逆になると思うんですよね、うん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 、ちょっと分けた方がいいと思うんですけどね、あれ。まあ確かにね、うん、セーフティカー出ないレースないですよね、うん、まあ今もうそのどのカテゴリーでもねセーフティカーいっぱい出てるからね、まあ、セーフティカーによって順位が入れ替わるっていうレースだね。でも意外とあの F1 チーム、F1 ドライバーもサポートレースは見てますよ、うん、あ、そうなんだ。特にあの、まあ、スタートとかバトルの仕方はやっぱりサポートレースのレース見ることで参考になるから、うん、特にその初開催のコースなんかだと、うん、あ、はい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 、去年はね、イモラとかあったから、うんうん、結構だからどういうバトルになるのかとか見てますよ、結構ドライバーは。チームの中にそういう若い子をスカウトマンじゃないけど、うん、そういう役職みたいなのないんでしょ。でもチームの、あのチームっていうかメーカー系 の、 その育成担当がいるじゃないですか、育成プログラムの担当者は完全に見てると思いますよ、うん、あ、なるほど。あ、そういう意味ではアピールになるのか、うん、私もしかしたらそのサポートパドックも F2、F3 と一緒かもしれないですからね。ああ、はい。自由に出入りできるかもしれない。今年のコロナの状況でね、どういう分け方になるか分かんないですけど、大体あのサポートレースって同じパドックだから、ああ、そうだよね、うんうん。結構そこで、ね、交流が持てたりとか、ああ、なるほど。まあ、ドライバー本人というよりはマネージャーさんとかが、ね、そのコネクションを作るっていう意味では、結構いいチャンスかもしれないですね。ああ、そういうことね。はいはいはい。やっぱりそういう交流の場だもんね。うん、やっぱりそのパドックでの活動がまたただこう車乗ってるってだけじゃなくて、あ、そういうことか、彼は早いよねとか、うんうんうん、実際あのチームは実力的にはこんなもんなんだけど、彼 の、 その、ね、チームの実力考えると他のドライバー早いよねとか、うん、彼まあ早くはないけど金はめっちゃ持ってるよとかあ、そんなドライバーいるんだっていうのが見つかるチャンスにはなると思いますよね、うん、あ、そういうことね。じゃあその一概に、うん、誰もいてねえよってことでもない、まあ、誰かが見てるんじゃないの、考え方次第ってことね、うん、なんかやっぱそれもまた自分でやっぱ どういうふうに自分がアピールしていくか、うん、いろんなことを考えなきゃいけないね。だからそういうパッケージで考えてチームを決めて所属しないと、うん、お金無駄に払うことになっちゃうってことだよね。なんでこれラテン系だけ集めたんだろうね。たまたま2世ドライバーがいたですかね。誰と誰と誰でしたっけ。バリチェロとモントーヤは2世です。あ、ま、でマルドナルドさんはいとこモン吉君の息子は一昨年か、うん、結構来てましたもんね。普通に来てた来てた、うんうん、息子連れて、うん、あ、そうそう、ちゃん結構パドックうろうろ歩いてた、うんうん、そう、なんか似てるなと思いながら太郎さんとねモンちゃんは太郎さん似てるし、あの息子くんはあのお母さんにすごい似てるんですよね、うん、バリケロさんの息子さんは、フォーミュラリージョナルヨーロッパで、モントーヤさんは、イタリア F4。 イタリア F4 なんだ、うん、で全然関係ないじゃないですかね、うん、でマルドナードのいとこはスポーツカー無理くりやん、2人だけやん2人があの入門カテゴリーに来たよぐらいの感じ。ヨーロピアンルマンの LMP2 だいぶ無理くり感のある記事なんですよこれ。まあ、フォーミュラリージョナルはちょっと注目かもしれないですね。だいぶこう体裁整ってきたんでしょ。だしアルピーヌエンジンだし、まあ、ピレリタイヤだし、あ、だ、まあ、イタリア中心にしたカテゴリーみたいですけど、うーん、まあ、どれぐらい熱くなるかね、うん、去年まではもうなんかプレマ独走みたいな感じだったみたいですけど、はい、ああそうなんだね。ちょっとまだねコロナ禍が続いていく中でサポートレースもね、なかなか開催がまたできるできないっていうのもね出てくるだろうからね、まあ、それも全くね F1 と関係ないところでやってたら目に留まるチャンスって、まあ、うんうん、F1 チーム上層部がわざわざ YouTube で検索、まあまあ、フォーミュラリージョンになるってしないでしょうから、F1 の現場でやってれば、うん、
まあ、たまたま見る機会もあるだろうし、うん、ああそうか、でもこういうことしたってお父さんが持ってる F1 ドライブだからこうパス持ってお父さんがこう F1 パトカーに来ることはあるかもしれないけどね、今日は息子走っててさ、うん、みたいな、うん、そうすると目に留まるってことなのか、うん、ああそれはあるかもしれない、まあ、そういう意味では、まあ、間違いじゃないけど、まあ、一般の人は間違いだよね。ということで、皆さんお元気ですかというニュースでございました。